開けます。いくよ。では次に、なにわ一水さんのお隣にあります水仙閣さんにお邪魔したいと思います。目的トイレの横にレストランがあります。椅子をこう動かすことができるので、車椅子でこんな感じで楽しめますね。ロビーとお手洗いがあるので、何かあったらすぐにお声がけできるという感じです。全部の椅子が動かせるようになって嬉しいですね。館内にバリアフリートイレがございますので、こちらを見てみましょう。おー、結構広い。綺麗。こんなにスペースがあるので回転できますね。ちょっと外カメで行きます。バリアフリーのお部屋になっているので、撮影させていただきたいと思います。開けます。明るい。スライド式のドアもあります。この手すりすごい嬉しいなと個人的に思います。車椅子じゃない方もというか、ちょっとも段差がないので真っ平らなので、これ嬉しいですね。なんかうってならない。そして広い。おー、外風呂。外風呂ですよ。いや、気持ちよさそう。皆さん、じゃじゃーん。外を眺めることもできます。目の前に見えるのが宍道湖でございます。こっちにも手すりがある。 L 字の手すりがあります。で、結構これ重要で、座ったらここを掴んだり、乗り移るときは縦の部分を掴んだりするんですけど、これも嬉しいです。よろしくお願いします。簡単に
大丈夫ですので、ハスちゃんさんの魅力というか教えていただいてもいいですか。また妻の明治12年創業でして、歴史がある旅館でございます。で、松江の街中に位置してるんですけど、ちょっと後ろ大橋があって川が目の前にあります。その向こうに宍道湖がありまして、そのまま景色が一番の印象かなと思っております。入り口のスロープだったり、いつ頃作られたりされたんですか。実はつい最近完成しまして。そうなんですか。2月の末の2月、はい、工事完成したんですけど、今まで和室が20室の旅館だったんですけど、まあ、そのうちの約半分10室をユニバーサルデザインを取り入れた、ツインルームを作りました。入り口のスロープとロビーのスロープも合わせて、ロビーのスロープも登って、お部屋とかもいろいろと見させていただくんですけど、もうこのエントランスの時点でもうすごい雰囲気が良くてですね、感動しております。そうですね、広々してますね。部屋の方を見せていただきたいと思います。どうぞ。登りやすいですね。裏ルートみたいな感じじゃないのが嬉しいなと思って自宅を選んでお部屋で着れるんですね。はい、上に上がってきました。ここは6階になります。601のお部屋になります。今見ていただくタイプは3部屋あるんですけど、その他にも1部屋段差のないお部屋を作りました。車椅子の方も広々としてますので、ゆっくりお過ごしいただけると思います。開きます。ここが楽しいですね。おお、広い。こんな感じです。おしゃれで広いですね。まずここで開店ができますし。景色も最高です。手前にはシャワーチェアもありますので、ここに座って背もたれがある状態で安定して体を洗うことができると思います。洗面台も足がこう当たらずにぴったりこう洗える位置になっています。これが蛇口ですか。そうです。こうやるよりこうやるといいですね。はい、これを上にやると水が出ます。この配慮は本当嬉しいですね。意外と届かないみたいな。コーヒー飲んで、でバスタオルもここにありますし、ヒュッてこう洗えるという。ちょっとここだけ段差があるんですけど、まあ、ここに車椅子を止めてシャワーチェアをここに置いて乗り移ったりとか、まあ、ご家族の方で来たらちょっと手伝ってもらって、ここだけクリアできれば、こんな感じですね。そしてこちらがベッドです。おお、なんかいいですね。この隙間が好きです。隙間すごくいいです。でここね、横付けして乗り移れますし、こっち
ち側もこっちでここに止めて乗り移れます。隙間があると乗り移りやすいなっていうのは個人的にあって、車椅子止めるスペースとかもにもなりますしね。あっちにお手洗いがありますね。ここがロッカーです。ここに浴衣があります。ここがお手洗いですね。お手洗いはちょっとここまでで、車椅子がここから乗り移って、ちょっとドアは閉めれないので車椅子は外に出して閉めるっていう感じですね。うち今まで和室しかなかったんですけど、やっぱり海外のお客様ってベッドがいいじゃないですか。ちょっとベッドの部屋が欲しいなっていうのはずっとありました。この和と洋のこのコラボレーションっていうか、すごく嬉しくて、和風なその感じが好きだけど、布団とか畳に座るのが難しかったりっていうので、なんかベッドを取り入れたりとか、でもベッドで寝てるんだけど和風も楽しめるみたいな、日本の雰囲気も楽しめる。そうですね、それ素敵ですよね。完全なベッドルームなんですけど、ちょっとだけ和テイストを終わりに入れたりとか、だからもう椅子も畳がついてる、こういうイブサとかですね、なるべく和を完全ゼロじゃないんだけど、温泉のお湯が出るとこにまずお湯出てないんですけど、お湯になってるんですけど、そういうのお茶の場所、お茶の場所なんで、お茶の大悟さんとか器もなるべく椿に近い、はい、まん丸、まんまんまるじゃなくて、注文して作って花びらに見立てたような形。そうなんだ、景色がいいんですか。景色がいいね、これを見てお湯に浸かって雪を見ると、うん、こっちが宍道湖です。こっちが宍道湖、めっちゃ雨、めっちゃ雨です。実は日本海、そうですね。はい、ということで今回は島根県の松江にございます。3つのねバリアフリーな旅館さんをご紹介させていただきました。今朝なんですけど、宍道湖ですね。こんな絶景が見えるわけでございます。もっともっと天気が良かったら朝日が見えたりとか、夕方はね夕日がすごく綺麗に見えるスポットがあったり、本当に素敵な観光スポットがたくさんあります。そして自然もたくさんあります。旅行というのはいろんな形があると思うんですけど、私だったら大切な家族とお出かけをしたり、家族のお誕生日だったり、何かのお祝い、記念日とかにやっぱりこういうね旅館さんに泊まって最高の思い出を作りたいっていうね思いがありますね。だけどやっぱり障害が自分にあることで諦めてしまったりとかっていうのは、やっぱりすごく悲しいことなんじゃないかなって思います。家族みんなで楽しいね思い出、記念に残るような時間を過ごせるように、いろんな取り組みをされているのが
松江の旅館さんだなっていうふうに思います。皆さん物理的な面だけではなく、スタッフさんとかもすごくお優しくて考えてくださるっていうことがまず嬉しいことですね。完全なるバリアフリーにするのってとてつもなくお金がかかるし、すごく時間がかかるし、難しいことなんですね。そういう優しい心が私は嬉しいなっていうふうに思っています。利用する私たち側も、受け入れてくださる旅館さん側も、お互い寄り添って、お互いの立場があると思うんですよ。いろんな事情とかもあると思う。だから完全に分かり合うっていうことは難しいかもしれないんですけど、それでも寄り添って声を掛け合って、より良い形にこう近づけていくっていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなって思っています。ということで、今回の動画はここまでになります。今後島根県松江の動画続きますので、ぜひ楽しんでみてください。ちょっと冷えてきた。今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。